これとなるとですよ、下壁から後壁にかけて壁運動の低下もしつくもしくは消失があるよっていうと、これで紐付けると下壁から後壁にかけて、でこの後ろ側ですね、下から後ろ側、まあ、ここつながってますので下と後ろは、はい、この辺で何か起きてるよ、つまり感情動脈で言ったら、ね、右感情動脈が回線し何かしらのトラブルがあった可能性があるよっていうことなんですね。それでは問題の4です。問題の4、はい、今ですね縦軸、縦ここにですね場所を書きました、ね、どこで起きてますか。横軸、それは何が起きてますかっていうことですね。これがこうつながって書いてあるわけですね。例えばアンテのハイポ、アンテのアアンテのディスという感じですね、はい、ポストのアだったりインフのディスだったりっていうのがこう書いてあるわけですね。じゃあここに意味、ね、日本語で書いていくとどうなりますか。まあ一種は竜と訳したときにここを日本語で書いていくとどうなりますかっていうと、これをこう組み合わせるべきだけですね、はい、アンテのハイポだったら前壁の壁運動低下で運動低下、前壁の運動低下とここに書けばいいわけですね、はい、これをですね書いてみてください。それぞれですね、この9個のマスを埋めてください。はい、それではどうぞ。新聞漢文だった。もう一回。金粉かんぷんだったのですが、わかった、読めるとなりましたと称賛されたセミナーです。谷口式メソッドで新エコーの初見が読めるかっこいい先輩になることができます。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー道具がついており、こちらの QR コードを読み取ることで何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。これが今日のポイントになります。どうしても胸が痛いと。まずどういう指示が出るでしょうか。心電図撮って、写真も撮っとこうか。今日別線写真です。エコーも撮ってよって感じで言われると思うんですよ。これですね、実はですね、病院で三大検査項目です、これが。胸が痛いと来られたら、まず最初に虚血を疑うわけですね。はい。虚血というものは、まあ、心筋障害が起こっていると。まあ、心筋障害が起こるとですね、その部分がですね、動きにくくなると。壁運動に障害が起こると。それを見ているのが、心臓超音波検査。今日やる心エコーと言われるものですね。本日のゴールです。この一点につきます。心エコーの所見を読むです。なので、こういうですね、やり方をですね、新世界というふうに表現しております。心電図新世界セミナー、谷口聡氏です。つまり心臓超音波検査、一体何を見ているんですかということです。心臓壁の動きを直接見るわけですね。で、もう一つ見るものがあります。それが何かというと、弁です。繋がってないですよ、皆様の頭の中で。別ジャンルになってるわけですね。なぜ繋がらないのか。決定的な理由です。言葉が違うんです。3つのパートに分かれます。1つはですね、絵のパート。もう1つはですね、文字のパートがあります。そしてもう1つがですね、計測値のパートになります。この3つのレイアウトでできていると。じゃあ、これのどこを見るんですかっていうことは、心臓超音波検査を読むポイント。読むポイントがあります。はい、それは、これですね。80点が取れたら、それはもう読めると言っていただいて構いません。今日のゴールは何でした？臨床で問題ないレベルで読むです。それはどこで起きてるんですか？そして何がそこで起きてますかっていうことなんです。心電図の所見とつながってきます。つまり、なんで書いてあるかっていうと、アンとポスト、インフと、絵で見るとこうですね。前壁はアンテです。後壁はポストです。そして、下壁はインフと。で、この評価はですね、3種類なんです、これも。たったの3種類です。初見には何て書いてあるかっていうと、ハイポ、ア、ディスです。これも3種類です。マイルド、モデレート、シビアに分かれます。この3種類。でも何が起きてるか、弁の評価はですね、たったの2種類なんですよ。狭窄と閉鎖不全です。はい。同じ心臓を見てます。心電図から、ね、今日やったの心電図から、この心臓超音波検査をやりました。でもですね、そこには胸部 X 線写真も繋がるということです。これです。これです。100点を目指す必要はありません。で、順番はバラバラでも我々の脳というのはものすごくよくできてますので、意味がわかるわけなんですよ。